バンクーバー・エドモントン・ウィニペグオタワ・モントリオール・モンクトン試合開催都市2015フィファ女子ワールドカップは2015年6月6日から7月5日にかけてカナダで開催された第7回目のフィファ女子ワールドカップである。今大会は出場国数が前回までの16から24に増加され、試合数も32試合から52試合に増えた。 開催国の立候補受付は2010年12月に締め切られ2011年3月1日ジンバブエが開催候補を取り下げた。これによりカナダが開催国となった。2014年にはリハーサル大会である FIFAU-20 女子ワールドカップカナダ大会が開催された。ヨーロッパのチームについては 当大会の成績によって、リオデジャネイロオリンピックの出場チームを決定するものとした。結果、ベスト8以上に進出したドイツとフランスが、オリンピック出場権を獲得、ベスト16となった、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイスが、プレイオフを行うこととなった。2012年6月に、大陸連盟別の出場枠が発表された。 出場選手は 2015FIFA フフ女子ワールドカップ参加チームを参照。大陸間プレイオフの対戦順の組み合わせ抽選は2014年7月22日に行われた。結果、第1戦はコンメボルからの出場国のホームゲーム、第2戦はコンカカーフからの出場国のホームゲームとして行われる。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム22 2戦。 合計0から1でエクアドルが本大会出場権を獲得2015年3月31日、FIFA は今大会でゴール機械判定技術の一つ、ホークアイシステムを初導入すると発表した。女子の試合及び大会としても、女子 W 杯としても初の GLT 導入となる。両ゴール裏や両ゴール付近に設置した7台のハイスピードカメラが、 それぞれ違う角度から、ボールの正確な位置を撮影し、映像ソフトウェアが瞬時に解析、正確な位置を3次元で割り出す。ボールが、ゴールラインを通過すると審判の公式腕時計に、暗号化された信号が送られる。公式腕時計が振動すると同時に、ゴールと表示され審判に、ゴール認定を伝える。試合の流れを妨げないようにとの FIFA の要求通り1秒。 以内に判定を下すことができる。その費用は、ホークアイは1会場につき20万ドルである。BC プレイススタジアムは、今大会に備えて、最新の人工芝に張り替えられた。男女を通じて、ワールドカップでは初めて人工芝のピッチが使用される、ことになった。カナダ国内では、CTV と TSN で、全十四試合を放送。アメリカ国内では、 NBC ユニバーサル系のテレムンドと FOX、FOX スポーツ1.2で放送される。日本国内は、地上波では、フジテレビ系列とフジテレビ NEXT で、日本戦を中心に放送。NHKBS1 で、サッカー、日本女子代表の試合を中心に25試合放送。他に、ラジオでも日本戦と決勝を生中継する。2012年5月。 フィファは、下記の6都市での開催を決定した。なおトロントは、同年に、同市で、パンアメリカン競技大会が開催されることから、当大会の開催地としては立候補しなかった。グループリーグでは、観客数を確保するために2試合同時開催となる、最終戦を除き、同一グループの試合を2試合続けて、同じ会場で行った。 組み合わせ抽選は2014年12月6日に首都オタワにあるカナダ自然博物館で行われた。方法は以下のお通り。以下、日時は現地時間。バンクーバーは太平洋夏時間。エドモントンは山岳部夏時間。モンクトンは大西洋夏時間。ウィニペグは中部夏時間。モントリオールオタワは東部夏時間。 グループ A カナダ V 中国ニュージーランド V オランダ中国 V オランダカナダ V ニュージーランドオランダ V カナダ中国 V ニュージーランドグループ B ノルウェー V タイドイツ V コート G ボワールドイツ V ノルウェーコート G ボワール V タイ、タイ V ドイツコート G ボワール V ノルウェーグループ C カメルーン V エクアドル日本 V スイススイス V エクアドル日本 V カメルーンエクアドル V 日本 スイス V カメルーングループ D スウェーデン V ナイジェリアアメリカ合衆国 V オーストラリアオーストラリア V ナイジェリアアメリカ合衆国 V スウェーデンナイジェリア V アメリカ合衆国オーストラリア V スウェーデングループ E スペイン V コスタリカブラジル V 韓国ブラジル V スペイン韓国 V コスタリカコスタリカ V ブラジル韓国 V スペイングループ F フランス V イングランドコロンビア ブイメキシコフランスブイコロンビアイングランドブイメキシコメキシコブイフランスイングランドブイコロンビア各組3位チーム決定した組み合わせ1回戦ドイツブイスウェーデン中国ブイカメルーンブラジルブイオーストラリアフランスブイ韓国カナダブイスイスノルウェーブイイングランドアメリカ合衆国ブイコロンビア日本ブイオランダ準々決勝ドイツブイフランス中国ブイアメリカ 合衆国オーストラリア V 日本イングランド V カナダ、準決勝アメリカ合衆国 V ドイツ日本、V イングランド3位決定戦、ドイツ V イングランド決勝アメリカ合衆国 V 日本。ありがとうございます。